はい、どうもこんにちは、ボルニキです。というわけで今回は無課金12球団今週のというか1ヶ月ぶりなので今月の報告の方をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、というわけで、まあ、1ヶ月ぶりぐらいの今週の報告になるんですが、まあ、前回の動画で話した通り、3月っていうのは、3月が2月なんですけど、まあ、無課金にとっては、まあ、目立った補強がないポイントでして、ベスト9タイトルホルダー、じゃあガチャ引くかっていうとそうでもないところだし、まあ、グランドオープンに向けてね、力を貯める時期なので、まあ、正直動画にするところがあんまりないと。累計開封ぐらいしかないので、まあこの1ヶ月は動画を出さず、ただエナジーと契約書を貯めてきた1ヶ月でした。じゃあなんでこのタイミングで、今月の報告するのっていうところで言いますと、ベスト9タイトルホルダー契約書の契約開封があと20時間に迫ってきております。なので、まあそろそろ貯まった契約書開けるかっていうところで、今日はこの1ヶ月ために貯めた契約書、今来てるイベントの、日本代表の2006年の侍ジャパン OB 契約書まで、きっちり回収をしてきましたので、そちらの方、まで、全部開封をして、まあ、今シーズン最後のオーダー強化を図っていきたいと思います。まあ、もちろん多分明日2009年日本代表の無料プレゼントガチャとかも来ると思うんで、まあ、その辺でね最後の補強かなって思うんですけども、まあ大きな補強はここまでですっていうのと、前回じゃねえな先々週ぐらいか、特訓 1.5 倍が来てましたので、ずっと今期の目標に掲げていたオーダー全員特訓10っていうところを、なんとか達成することができました。まあ、それに伴ってねコンボも出てスピリッツも結構上がったので、その特訓10をしている時としていない時で、まあ、どれぐらいコンボが変わったのかってところもね見ていこうかなと思います。それでは早速オーダーの方から見ていきましょう。はい、というわけで早速オーダーの進捗の方からねお話できればと思います。何が変わったか分かりますかね。まあ1ヶ月動画が空いてるんで分かんない人もてか分かんない人がほとんどだと思うんですけど、則本選手限界突破4枚だったところが先発後からベンチに移動しました。で代わって野村選手が、オーダーから外れてで、極みの石川歩夢選手がオーダーに入りましたっていうところで、まあスピリッツが若干上がってますね。総スピリッツとしては100ぐらい上がってると思います。まあこれプラス特訓分ですね。で野手のオーダーに関しては前回までいたのは鈴木大地選手か。鈴木大地選手がグラシアルの限界突破3になっていて、まあ、正直スピリッツで言うとほとんど変わりはないんですが、この2人の選手を比べた時になぜかグラシアル選手の方が特訓が進んでいたので、まあ、全員特訓10のオーダーにするために楽な方ということでグラシアル選手をそのまま入れました。ってなわけで野手はほとんど変わってないと思います。ただ、野手投手総合して変わったこととして、全員の特訓レベルが10になったと。特訓の平均が10になったっていうことが挙げられます。まあ比較分かりやすくね最近横動画にもしたので横に画像とか貼っておくので、まあ、ぜひ比べてみてください。まあ、数字のところ見ていきましょうか。隣に今ボンと画像を出しますが、まあ、大体、まあ、石川選手のスピリッツ100分を差し引いたとしても特訓レベルが10の時とそうではない時でもう200ぐらいスピリッツに差が出ていますよね。野村選手のスピリッツが4000だったので、そうですね、100差なので、まあ、大体特訓レベル平均 9.4 と特訓レベル10でスピリッツが200も違う。で、コンボのところで言うと、なんとスピリッツが400も違うっていうところで、まあ、いかに特訓が重要かっていうところがわかると思います。まあね、極みにできない選手を特訓10にするのもったいないなって思うんですけど、思うし、そう僕と同じように思う人もたくさんいると思うんですけども、やっぱりリーグオーダーで採用する選手に関してはやっぱり特訓10まで持っていくのがやっぱベストだなって僕自身今回のことで思っちゃいましたね。やっぱり全然コンボ値400違うって結構世界が変わるような話なので、まあまあまあ今シリーズ中に全員のオーダーの特訓レベル10にできたのはすごく良かったかなと思います。これで、グランドオープン後からは、オーダーに投入する選手は基本特訓10にして投入し続けることで、まあ、コンボを崩さずに、より強いオーダーを目指すことができると。まあ、そういった準備が整っているっていうのが現状ですね。まあ、あとはスタハンが来た時とかにね、
特殊能力までやれたらもっとオーダー強化できると思うんですけども、まあまだ僕のオーダーはそこの領域までは達していないので、これからもコツコツ強化をしていきたいと思います。ちなみにリーグはずっと8残留、たまに9上がるような感じですね。まあまあ1ヶ月前までリーグ7と8を行き来していたことを考えると、まあ着実に成長はしてきているかなと思います。まあそんなこんなで、契約書開封の方やっていきましょうか。はい、というわけで契約書開封なんですが、ちょっとごめんなさい、動画の最初と比べて50エナジーぐらいちょっと減ってると思うんですけど、まあグランドオープンに向けて選手もカツカツになってきたので一旦選手量を50枠増やしてきました。はい、というわけで契約書開封にやっていっていきたいと思います。もう1ヶ月分貯めたので何が何枚あるかとかと把握してないので、とりあえずまずはゴールド契約書ばっこり開けていきたいと思います。確率契約書後でいいや、ゴールドをとにかく開けていきましょう。でまあまあまあ毎度毎度僕の動画で言っていますが、今のオーダーの補強ポイントは中継ぎ、おー S ランクでかいな。中継ぎ限界突破がいっぱいできる中継ぎと、ミファ同値もしくは内野手ってところを補強ポイントに上げています。いや嬉しい、めっちゃ久しぶりだなゴールドから S 引いたの。誰が出るだろう、いい選手お願いします。来い床田選手か。いやマジ最近先発引きすぎなんだよな、やばいな。森下選手とかもそうだし、高橋奎二選手とかもそうか。なんかね、中継ぎ欲しい中継ぎ欲しいって言ってからずっと先発が出るんですよね。やばい、さすがに先発出すぎだな。まあでも S ランク出たのでとりあえずは OK ですね。次のゴールド10連いきましょう。どうしよう、演出スキップしようかな、長くなりそうなんでちょっと演出スキップします。2、3、4、5、6、7、8、9、10、渋いね。まあまあまあこんなもんでしょう。あとゴールドは何枚あるのかな、あとゴールドは何枚あるんじゃ。すごい、あまりにも低クオリティな大木戸博士を披露したところで、この10枚でラストぐらいかな。ちょうど8枚、ちょうど8枚。日本語悪いな。日本語悪いってなんだ待って。なんだろう、言葉選びが下手すぎるな。OK です。ゴールド8枚、とりあえず開けていきましょう。最後のゴールド契約書ですね。これも演出スキップでいいかな。うん、まあ、S ランク1枚引いてるから、まあもうあんまり贅沢は言えない。まあまあまあ、こんなもんでしょう。まあ、こっからですよ。確率契約書、次は引いていきます。ゴールドでランダム A 先に引いちゃうか。まあいいや、先に確率契約書引いちゃいましょう。 S ランク 10% 契約書が毎日もらえるキャンペーンとかもあったので相当溜まっていますね。それではお願いします。理想を言えば S ランク 10% 10枚引いてるんで確率的には1人なんですけど2人欲しい。ここは欲張っていきましょう。できればミパ同値欲しい。でまあ今 A ランクの狙いとしてはやっぱりギータと村上選手の限界突破が足りてないのでそこ欲しいですね。糸原選手、高橋光成選手からの大川里くん、 S ランク来た。藤原選手、個人的にめちゃめちゃ好き。はい、6枚目、田口選手の絵増えてきたな。田口選手の S ランクも全然欲しいな。中継ぎとして使いたい。山本由伸でかい、極みで持ってはいますがでかいね。今永選手、あんたの S が欲しいよ俺は。浅村選手の A いいっすね。今永選手ね、ほんと A ランクめちゃめちゃ持ってるから本当に早く S ランク欲しいんですよね。侍にも選出されているので。どうなんですかね、侍ジャパン現役って今年出るんですかね。僕の予想としてはグランドオープン後にもしかしたら出るかもなとは思ってます。まあグランドオープン後じゃないとちょっと日程がねキツキツパンパンなので、あーっとゴールドじゃねえや、確率契約書 10% があと1枚しかないので A ランクとかと一緒に引いていきたいと思います。自チームはやっぱり村上選手あと1突で極みなので、ちょっと村上選手引けるまではヤクルトでこだわってやっ
ていきたいなとは思ってますので、村上選手お願いします。村上選手1枚出たら、まあ、ギータ狙いでソフトバンクに変えようかなと思います。演出スキップいたします。長岡選手、菊池選手も結構 A 溜まってきたな。ライアンもこれで A4 枚目。まあでも先発なんだよな。最近引いた S の中にライアンもいたな。全然補強ポイント中継ぎって言ってから先発しか出なくなっちゃった。そして村上選手が出ない、これつらいな。そうか、さっさと村上選手を引いてね、ヤクルトの自衛から撤退したいところなんですけどね。さあ残ってるランダム A もバンバン引いていきましょう。なるほど、ランダム A 終わったか。じゃあ日本代表契約書と OB の A ランクも同時に開封していこうと思います。まあこの辺はね、 OB 誰引くかによってここで手に入る A ランクの価値も変わってくるので、まあ誰が出てもとりあえずは OK です。小笠原選手、そうなんで、ガッツ出たら相当 OK になるんだよな。内野手かつ素手ミパドーチ、ガッツ出たらさすがに凸工事使っちゃうかもしれないな。ギータでかっ、ランダム A のギータでかっ、ありがてえ。ギータ凸4になりました。オッケーオッケー、もうこれだけでも全然、あ、自衛が1枚残っている、残っているぞ、俺は見逃さないぞ。ジョージョー、この1枚でヤクルトの村上選手を引く、絶対にだ。村上選手お願いします。ギータも今引けたんだ。村上選手気持ちよく極みさせてください。お願いします。サイスニード、あれサイスニードって来年もいるのか、もう排出対象じゃないと思ってたわ。はい、というわけでゴールド確率契約書 A ランクまで引いていったので、こっからが本番でございます。ベストナインタイトルホルダーの第2弾第3弾、そして俺の球場飯の S ランク、そして OB 第5弾の契約書、そして日本代表2006年契約書、こちら一気に開封していきたいと思います。まあ誰が欲しいとかはもう特に言いません。特に言いませんじゃねえや。補強ポイントとしては中継ぎ、ミパドーチの野手で、まあ限界突破いっぱいできる内野手だったら嬉しいです。まあ今シーズン最後の補強になると思うんで、いい引きをさせてください。ここで一気にオーダー強化を図りたい。演出スキップします。もしいいのが一人も出なかったら発狂します。お願いします。ガッハッハッでかすぎ、待って3突も確定してるの、でかガッツでかいな、ちょっと待って、これはガッツだわ、いかつ。はい、小林選手、いやでかいな。宇佐美選手4枚目、中村晃選手、中村晃選手限界突破全然できなかった気がするな。そうね、ラスト海拓也選手、おちんちん海拓也ね、本若も海選手だったな。いやでもガッツでかすぎるな。うん、最高の補強になったと言ってもいいんじゃないかな。海選手さすがに、そうだよね、パワー型じゃなくなっちゃってるよね、もう。うん、オッケーですね。まあまあまあ、すごくいい強化になったんじゃないでしょうか。グランドオープンまでにね、さすがに小笠原選手仕上げてオーダーに入れたいと思います。でまた明日の無料10連の方も、まあ、ショートにするか長尺にするか分かんないですけど、まあ、ショートにして、多分ショートかな、ショートにして動画にもしようと思っておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。ミパドーチ手に入るの相当でかいんじゃないか。今はもうずっとスピ解放して使ってるガッツじゃねえや、 GG 佐藤選手が1人いて、で牧選手とビシエド選手の同値がまだ決められてない状況で、丸選手も決まってなくて、で村上選手はもちろん、決められてないので、ミパドーチが今1人加入して、あと1人
あと一人ミパドーチが加入すればミパ88は理論上出せるってことになりますので、まあ一気に小田強化図れるかなってところですね。でやっぱりあと一枠津田選手のところね、どうしようかなっていうのは今後も悩んでいきたいと思います。で多分次の動画はファイナルミキサーの動画になると思います。阪神純正と、12球団サブアカともにファイナルミキサーの動画出したいと思っております。特にオーダーから外れた、野村祐介選手を広島でミキサーかけて、なんとか広島枠で強い選手っていうのを取りたいと思っていますので、そちらの動画の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ガッツガチ嬉しい。はい、というわけで一旦動画は終わったんですが、編集してる間に、ね、翌日になってしまって、2009年日本代表プレゼントスカウトが予想通り来たので、まあ、動画の最後にこれ引いて終わりにしたいなと思います。狙いは中継ぎができるマー君っていうところと、まあ、継承できるのでイチロー選手欲しいところですね。素でミートエース乗ってるので欲しいです。これが正真正銘今シーズン最後のオーダー強化になると思いますので、いい引きさせてください。それでは演出スキップします。お願いします。1、2、3人目、4人目、途中で A とかも普通に引きたいんだけど、侍の B すら出ないな、渋いな。ラスト、これ引いて動画終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。中島選手か。